新英帯またはロシアの最高司令官であり、ロシア連邦安全保障会議議長たる、ロシア大統領に直接報告を行う機関で構成されており、ロシア連邦軍とは別の指揮系統に属する。2016年、ウラジーミル・プーチン大統領の署名により、 法律が発行したことで設立され、主な任務は国境警備銃規制、組織犯罪対策、対テロ作戦、治安維持及び国家施設の警備とされた。国家親衛隊の設立はロシアに課せられた。戦略的な課題。すなわち安全保障システムの効率を高め、責任の重複を回避するための取り組みとみなされている。国家親衛隊はロシア国内軍及び門。 ソブルその他ロシア連邦軍以外の部隊を統合し、国内の84カ所に34万人の人員を配置した。2017年1月16日、3月27日が国家親衛隊の日に指定され、国家親衛隊はロシア国内部隊の長い歴史とつながりを持つことになった。1811年3月27日は、 時の皇帝アレクサンドル一世によってロシア国内警備隊が設立された日である。正式な名称は、情景の通り、ファイ、ファイであり、これを直訳すると、ロシア連邦国家親衛隊連邦部隊となる。公式書類などでは、当時語の FSVNGRF も使用される。ロシア語の口語では、ロスグバルディアの名で呼ばれることが多い。 大統領直属の国家親衛隊を創設するという計画が最初に持ち上がったのは2012年4月のことである。一部ジャーナリストがこれについて報道し、新しい国家親衛隊は憲法秩序の保障と安全を確保するため、ロシア内務省とその他の保安機関を元にして創設されると伝えた。人員や資源は、ロシア空挺軍、空軍、海軍、憲兵。 非常事態省の構成員を広く利用するとされた。ロシアの保安機関の改変は1990年代以来である。国家親衛隊に似た組織の構想は2011年ロシア反政府運動の際にも検討されたという指摘がある。ロシア連邦国家親衛隊の設立はクレムリンうちに論争を引き起こしたと言われている。新しい部隊は 通常ロシア内務省によって行われる業務や機能を引き継ぐことになるからである。ロシア大統領報道官のドミトリー・ペスコフは、ウラジーミル・コロコリツフ内省は辞任しなかったと述べた。またペスコフ報道官は、国家親衛隊の創設はいわゆる、白引きに対する信頼が危機にあることを示すものではなく、国家親衛隊がその役割を維持すると述べた。しかし彼は、 当時内務省の下にあって大幅な改革を行っていた麻薬流通官特徴や入国管理局の現職トップがその地位に止まるかどうかはコメントしなかった。結局国家親衛隊はロシア国内軍、オモン部隊及びソブル部隊の直接の後継者となった。2016年4月5日、プーチン大統領は大統領令によってロシア国家親衛隊を創設した。 この命令は条例の地位を有する法的行為である。翌4月6日、プーチン大統領はロシア連邦会員に対し、ロシア国家親衛隊についてと題する新しい執行機関の枠組み法案と、それに関連する法改正案を提出した。この改正案には、妊娠中の女性、子供、身体障害者や群衆に対する保護条項が含まれており、 警察活動に関するロシアの法で既でに定められた制限をそのまま反映している。妊娠の兆候が見られる女性、明らかに障害の兆候が見られる人々、及び未成年者に対する下記の使用は禁止される。ただし、そのような人々が武装して抵抗したり、攻撃グループに参加したり、他の市民、国家親衛隊員の生命や安全を脅かす攻撃に関与している場合を除く。 また同様に、大規模な混雑した場所で偶然に人々を傷つける可能性がある場合、火器の使用は禁止される。5月9日、国家新兵隊は創設以来初めてのパレードを行った。400人のオドン隊員が2016年、モスクワ戦勝記念パレードで、関越部隊の一部として更新した。5月18日、 会員は国家親衛隊設立法案のための第一読解を承認した。6月22日、最後の第三読解が承認され、国家親衛隊が設置された。上院もこれに続いた。最初に入隊した隊員たちは、6月1日に中正宣誓を行った。ドミトリー・ペスコフ報道官は、国家親衛隊の法的根拠が確定する前にその、 作戦行動を開始したと語った。国家親衛隊司令官で国家親衛隊局局長のビクトル・ゾロトフによると国家親衛隊の編成は3段階に分けて行われる。第一に国内軍、オモン及びソブルが国家親衛隊の部隊として編入される。次に指揮系統、参謀組織を成化し、規律を整え役割分担を行う。 最後に組織活動を完成させ、委任された任務の実行を開始する。国家親衛隊局は最高司令官に直属している。また、国家親衛隊司令官は、ロシア連邦安全保障会議に常任議員として、席を持つ。一方、国家親衛隊は、かつてあった、警察特殊部隊の多くを引き継ぐことで、それらに関して存在したロシア内務省と大統領の、 関係をなくすことになる。麻薬流通管特徴や入国管理局は内務省の管轄となった。国家親衛隊の人員は当初35万人から40万人に上ると考えられていたが、ロシア政府は必要な部隊の規模を明確にしていなかった。国家親衛隊の設置を定める大統領令では、 移行措置は2016年6月1日までに完了することになっていた。この期限に先立つ4月20日、ゾロトフ局長は道徳的または専門的資質の低い職員を任命しないと述べた。制定された大統領令によると国家親衛大局はロシア大統領を長とする行政機関の一つである。連邦国家親衛大局は局長によって引きられ、 局長は国家親衛隊司令部の司令官を兼ねる。局長の下には6人の副局長がおり、第1副局長は国家親衛隊の参謀長であり、政務次官をも兼ねる。法務部長はセルゲイ・ババイツェフ少将が務める。2016年4月5日、ロシア国内軍の元司令官であり、ロシア大統領、首相の警護隊長を務めたビクトル・ゾロトフ。 上級大将が国家親衛隊局の局長及び国家親衛隊司令部の司令官に任命された。彼は全館を辞し、別の大統領令によって国家安全保障会議の一員へも任命された。2016年5月20日、新たに昇進したセルゲイ・チェンチク大将が国家親衛隊局の副局長及び国家親衛隊参謀長に任命された。 チェンチク将軍は1990年代後半から北カフカースの治安に重要な役割を果たしてきた。バレリーズ・サティによれば、チェンチクの副局長任命は彼の治安問題に対する取り組みが国家に認められたことを示している。その後、多くの将軍が国家親衛隊で地位を占め、短期間で交代してきた。現在は2020年1月27日から、 ビクトル・ストリグノフ大将が第一副局長を2021年5月1日からユーリー・ヤシン大将が参謀長を務めている。ジェームズ・タウン財団のセルゲイ主犯金によると国家親衛隊にはサイバーセキュリティと電子情報を担当する特別な部隊が含まれている。彼らの役割はインターネット上の SNS を監視することであるといい、主犯金は 新たなオプリーチーナと表現している。基本的に国家親衛隊の地方管区はロシアの連邦管区と同じ名前、同じ区画で分けられている。例外は極東連邦管区に対応する東部国家親衛隊管区である。いくつかの管区には敬意を表した記念名称が付けられている。八つの国家親衛隊管区があり、これらは旧ロシア国内軍の管区に等しい。 すべての地方管区はさらに旅団に分かれる。国家親衛隊の地方管区はロシア内務省系の警察官が長官にロシア連邦軍の士官が参謀長に就くとされる。地方管区は特殊作戦部隊、武装部隊、消防隊、地方レベルの管理部隊などを直接指揮する P-20。国家親衛隊の地方管区は次の通り。 国家親衛隊は次の専門教育機関を有する。ありがとうございます。